最後にお送りする曲はオペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬです。この曲はフィギュアスケートの音楽にも使われており、他にも CM、バックミュージック、またトリノで行われたオリンピックの開会式で歌われたテノールの曲としては代表的なものです。異国の王子カラフは中国の姫トゥーランドット姫に、夜明けまでに自分の名前を当ててみせよ、当てることができなければ私と結婚してほしいと求婚します。トゥーランドット姫は配下に、夜が明けるまでに彼の名前を調べようと命します。その夜、誰もが寝ずに彼の名前を探し、そして時が経ち、まもなく朝日が昇る城の外で、王子カラフはこの勝利を確信し、この曲を歌います。有名でありながらもテノールとしては一番の対局です。Thank you.
陶酔に心を委ねた時間も一瞬、風が吹き去るかのようにあっという間に時も運んでいってしまいました。あなたの心のキャンバスにはどのようにデッサンされたでしょうか。素敵な未来を描けましたでしょうか。お聴きいただいた演奏作品があなた自身の心の富をもたらしていると願いつつ、ひとまず本日のプログラムは終演という運びになりました。いかがでしたでしょうか。ここまで皆様のナビゲーターを務めさせていただきましたのは女優柳彩でした。またいつの日かお客様とこの赤坂共演会で目にかかれますことを願い、プログラムを終了とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。